皆さん、おもてなしテレビあのチャンネル登録してくださいって言ってください。お姉さん早く。いや。しんちゃん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 。こんにちは、リムです。ももちゃんです。会社の人ですね、先輩です。今日は秩父の恥ずかしい。はい、こいこう。秩父のランチ行きます。あ、ちょっと雨降ってる。雨が降ってきて活性化するとこういう匂いがする。科学。カレー。カレー。カレー。今日休みなんだよね。No! ラーメンは？何があります？秩父いっぱいあるよ。ラーメン？おすすめは何？肉もあるし、ラーメンもあるし。おすすめ聞いてんだよ。いっぱい。ラーメン食べたいの。ラーメン。ちょっと雨降ってきたから。ももちゃんは？何でも食べます。お腹減りました。豚味噌ラーメンですか？食べたい。なんか辛いものを食べたい。で、ここいいな、店いっぱいあるね。すごい。美味しそう。あ、つけ麺も食べたい。800円のつけ麺を食べたい。お、食べよう。辛いの。辛いのあるよ、つけ麺の。はい。辛味噌。混んでますね。なんだよ、かわいい。眠いの？おばあちゃんのお顔にしないで。おばあちゃんのお顔にしないで。もうちゃん何回も出てるの？一回出たことはあるでしょ。一回この間練習のやつ、カメラ練習のやつを YouTube 載せたよ。今は辛味噌ラーメン800円で買いました。一緒に座れなかった。ももちゃんと一緒にご飯食べます。皆さん、なんで私マスクかけるのか分かりました？分かりますか？風邪ひいてるとかじゃないよ。すっぴんだから。プッスの顔に見せたくない。やばい、やばいよね。ブスだよ、ブス。何も塗ってないよ、スピンです。昨日だっけ、一昨日だっけ。一昨日めっちゃ化粧したもんね。ギャップ。一昨日はもうちーちゃん化粧。いつも怒ってる、ももです。怒ってないの。怒ってるし、今も怒ってるし。怒ってないの。ももばば。いつも私はもうおばあちゃんですよ。若い人食べるものを食べれないですよ。そう。だって。タピオカ飲んだことないもんね。なんで飲まないの？タピオカ。タピオカ屋がない。え？反応の近くにあるよ。ない。あるあるある。どこ？え、駅の中。うん。なんで飲まないの？だから何が美味しいのか分かんないのね。甘い。まあ甘いさは選べる。氷も選べるし、タピオカは美味しいなんですよ。タピオカ、タピオカ。なんかももちゃんは若い人の気持ちはあんまり分かんないよね。社長に若いって言われるけど若くないわ。私も若くない。なんかクレープ食べられないでしょ、パンケーキ食べられないでしょ、ケーキ食べられないでしょ。もう若くないもんね。もうダメだよ。でもお酒も飲めないね。お酒も飲めない。何珍しいの。まあ日本人だね。お茶しか飲めない。振りってみて。できないね。できないね。あ、
かラーメン出る時ですか、あ、美味しそうとかって言ってみて。頑張る。うちいつもお姉ちゃんはお弁当作ってくれるけど肉ばっかりですよ、うん、もう最近は姉ちゃんに嫌われてるからお弁当作ってくれない。嫌われてる、そう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 、ちーちゃん、え、私です、見えてますか。え、いつ、あ、さっき撮ったの、スタジオで撮った。ブスのチーです、すっぴんだから写真撮られちゃった。ははははは、ももちゃん可愛いね。私も可愛いけど今日は可愛くない、今日だけは可愛くない。一番好きな食べ物、ありがとうございました、一番好きな食べ物、もつ煮。もつ煮はこの間言ったもんね。もつ煮美味しい。好き。一番好きな食べ物は寿司。寿司が好き。寿司はどう？寿司好きだよ。好きなんだっけ？大トロとか。あとあれでしょ？サバ。サバ、味。味が一番好き。うん、あと中トロ、大トロ。わー食べたいな。暑いからな。食べたい。みんな早いね。もう食べてる。ずっと撮ってるんですよ。やばい。やばい。今ももちゃんは自分の YouTube を見てる。はい。味噌ラーメンご注文の客様、プレゼントいたします。美味しそう。こちらから味噌ラーメンになります。ありがとうございます。いただきます。ごゆっくりどうぞ。え、美味しそう。卵入ってるし、あと何？あ、チャーシューいっぱい入ってる。3枚、1、2、3、いただきます。出てるね、もーちゃん食べて、うちだよ。これ誰、これ、え、ロレロレロレ、これ誰、うちだよ。 え、前髪長かったじゃん。違う人です。いや、ちゃんとお化粧しちゃったから。ではスープからいただきますね。辛い、してみる、うん、どう、ちょっと辛いよね。おいしい、食べ大丈夫、平気、うん、日本人ってあんまりみんな辛いもの食べられないよね。そうかね、うん、うまいわね、うまいわね。女の子の言葉じゃないよ、皆さん勉強しないでね。あ、そういう風は好きだね。テーマパークとかあんまり好きだね。ディズニーね、もう何回行ったから。いっぱい行った？うん、5回ぐらい行った。まあ、いっぱいじゃないけど、うん、5回行ったよ。もっと行けないよ。え。なんか何回行っても同じ感じるから、同じ、何が違うのか分かんないし、みんな全部違う、詳しくないからね、ディズニー。新しい世界が広がる。そんなに好き、なんで日本人はディズニー好きなのか分かんないし、みんな頑張って働いてるからね。別のところもあるし、夢が足りてないうまく言ってるね。みんな食べ終わった。早いね。また手振ってる。なんで手振ってるの。ごちそうさまでした。すごい。大雨降ってる。走んない方がいい。そう、走っちゃうと一番濡れる。このくらい。これ正しい雨の中。数学的に計算してそうらしい。正しいのか分かんないよ。正しい。こうやってさ、こうやってやるとめっちゃ当たる。ほら、めっちゃ当たる。確かに顔にね。そう。こうやってるとそんな当たんないけど。私みたいで一番塗らない。
味噌ラーメン美味しかったよ。ゆっくり食べるとお腹いっぱいになるんだよ。いっぱい食べた。スリッパ見て。やだ、雨降ってきた。信号守ってよ。Mình còn 30 phút nữa để mà nghỉ ngơi thì bây giờ mình sẽ nghỉ trưa đây. Thì một ngày làm việc của mình ấy nó sẽ có 9 tiếng thì sẽ có休kê 1 tiếng. Thì trong 1 tiếng đấy thường là mình sẽ đem obento đi theo, nhưng mà hôm nay mình sang một cái đài truyền hình khác là Omotenashi TV để mà cộng tác, cho nên là hôm nay mình đã đi ăn với những người trong công ty của Omotenashi TV.Thì bây giờ mình sẽ nghỉ trưa đây. Bye bye.